はい、どうもこんにちは、岡田です。ということで今日もマイクラの合間にメメントモリやっていこうと思います。お腹がだらしないことに、なんか花澤香菜さんが喋ってるな。でも美味しそうだったな、たまんねえなおい。ということでですね、まあ、またクエストを個人的に進めて、で8の12までなんとか進めたんですけど、ここでまた勝てなくなったね。勝てないっていうのも、もうレベルがね、これ以上上げらんないんですよ。何ジョル上げたいけどこれ足りねえし、結局のところこれ足りないから何もできないんですよね。なのでね、まあやることねえなって思ってたんですけど、なんとね、まあ新しいガチャが来まして、これすげえよ。金本久子さんとかイカ娘よ、イカ娘来たし、こっちすごいんだよな、これ内田彩さん、まあラブライブの小鳥ちゃんとか、マジですごい人めっちゃ来たなと思って、まあ、とりあえずこのね、ほら属性ガチャチケットも26枚あるんですよ。なんで属性ガチャから引いていこうかなと思います。で、まあ属性ガチャと言ってもね、まあ緑これね、緑は結構豊富なんですよ。でも青がこのナンジョルと種崎さんしかいないんですよ。なのでちょっと青狙っていこうかなと思います。しゃーなし、これあれでしょ、切り替えるのに石必要なんでしょ。まあ300個使って切り替えますか、青に。はい、行きます。はい、解放で、じゃあ10連ガチャ行きましょうか。セレクトリスト、まあこの3体で十分でしょ。まあこの人ね、結城葵ちゃんなんだよね。あー、まあ課金、そうか、まあまあいらねえか。なんかね、弱いっぽいんだよな、あんま言いたくねえけど。揺れ引きまーす。は虹ゼロ、もうゴミだ。もう一回引きまーす。あー、よかった、一体出た。すごい、同じ人がいっぱい出てきた。ああ、まあ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 、いいでしょう。まあ、ナンジョルだったらいいよ。ナンジョルね。だったら、じゃあちょっとナンジョル進化させますか。これ一括進化させるか。おー。で？え、これで終わり？おい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 。だってそうしたら、もう10連とか引く？これはもうあと6枚しかないから引けない。あ、プラチナガチャ、これも10連引けるよ。よし、引こう。頼む！お願いします。なんかロード長くない？あ、よかった。一体、持ってないやつがいい。持ってないやつがいい。え、これさ、SR じゃないでしょ、この人。これやめてほしいんだよな、これマジで。マジでこの SR じゃないやつを SR として出すのやめてほしいわ。ひどいよね、これ。まあまあまあ、でも一番楽しみにしてた内田彩さんガチャあるからな。いやー、引くか。20連引けんだよな。いや、頼む。マジで小鳥ちゃん来てくれ。お願いします。おお、めっちゃ虹ある。頼む。マジで。お願い。まあ、いいよ。え？私は本当に。なんで誰だ？正しかったのでしょうか。え？来たじゃん。え？来た。うやった。やった。小鳥ちゃん来た。いや、俺、内田彩さんめっちゃ好きなんだよな。俺、ラブライブの、あの、初代ミューズのさ、イベントめっちゃ見てるから。うわぁ、おい、ミューズ揃ってきてんぞ、おい。うわ、熱っ。やべ、マジで熱い。おい、ナンジョルと、え、また新しいキャラ来た。強くなるって決めたから。誰これ。うん、なんだ、誰だ、高橋みなみさんじゃん。おい、高みなーじゃん。この杉田智和が目隠しでファミコンのソフトをね、スイートホームっていうのを当てた時に一緒にやってた、ドン引きしてたやつね。なんでってドン引きしてたやつ。熱っ。激熱のガチャじゃん。どうして出ちゃったの。めっちゃ良くない？お、マジか。めっちゃいいんだけど。パラデア、身長でかっ。待って、高みなも出たぞ。熱いな、やっぱ、高みな、身長小さ。おい。まだ当時高橋みなみさんで、みなみが確か漢字だったな、あの時は。いや、俺高みな好きなんだよな。小林さんちのメイドラゴンのね、あの、ルコアさんとかね。すげえ、やべえ、体をしてる人ね。地味にこの、ね、西明日香さんダブってんの結構嬉しいんだよな。いや、マジか、やった、めっちゃ嬉しいんだけど。どうしよう、出ちゃったな。とりあえず、育てよ。一旦育てよ。80まで一気にいけんのか。こっからなんだよな。こっからもうこれ足りねえんだよ。くっそー。80までしかいけないか。ちょっとボイス聞こう、ボイス。あった。ログイン1。こんにちは、領主さん。これマジ小鳥ちゃんって一緒なの？すごいな。お久しぶりですね。
重責から逃れたくなる気持ちはわかりますから、それを咎めるようなことはいたしません。ただ、これだけは言わせてください。お帰りなさい、漁師さん。めっちゃいいな。いや、いいな。やったー、出たよ。マジで嬉しい。本当に嬉しい。うわ、これ何 ?LR まで育てると、これ単体で700万とかいくの。700万それ普通?俺今、全体5体で200万よ。マジか。そんな行くんだ。いや、とりあえずマジで内田彩さん出てよかった。いや、ということでね、今回はですね、このパラデアさん、CV 内田彩さん、つまり内田彩さんが俺のところに来たってことなんだよ。どう?もう内田彩さんがいて、ナンジョルがいるから、もうミューズなんだよね。わかるかな?これは。これもうミューズなんだよ。小鳥ちゃんとさ、エリーチカがいるからさ。まあもう2割ぐらいはミューズだね。9分の2いるから。他ミューズの声優さんいるのかな?このゲーム。ちょっとね、まだ調べきれてないんでわかんないですけど。また次回はね、なんかクエスト攻略編で行きたいですね。ということで、本日のオタク日記でした。ありがとうございました。